皆さんこんにちは、若菜ずキラキラキッチンの時間です。今日の食材はレンコンです。一口レンコンパイ紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせる若菜ずキラキラキッチン。今日は美味しくてヘルシー、食感も楽しいレンコンパイを紹介します。まずはレンコンの調理から。しっかりと水で洗ったら皮付きのまま薄くカットします。レンコンを皮ごと調理することで皮の食感がアクセントとなり、さらに余すことなく栄養素を摂ることができます。次に薄切りにした玉ねぎをじっくりと炒めます。しばらく炒め続けるとこのような飴色に。玉ねぎをじっくりと飴色になるまで炒めることでコクと甘みを引き出しています。続いてニンニクの香りを立たせたフライパンに豚ひき肉を加えて炒めます。そこに人参とレンコンも加えたら全体を軽く炒めていきます。そして味付けはみりんや砂糖、練りごまなど、コクと甘みをプラスします。さらに旨味が凝縮された飴色玉ねぎも加えて美味しさを存分に引き出していきます。一口サイズにカットしたパイシートの上に炒めた具材を盛り付けて、さらにカマンベールチーズもトッピング。これを200度に予熱したオーブンで20分焼いたら、一口レンコンパイの出来上がり。レンコンのシャキシャキに練りごま風味の肉味噌が濃厚なバターたっぷりのパイ生地にとってもよく合います。一口サイズなのでおやつやおつまみにもぴったりですよ。お好みで蜂蜜をかけても